フェルナンデスベニータダキハチドリは、超高アマツバメモクハチドリカベニータダキハチドリ族に分類される鳥類。チリ全長オス11.5から1 2ンチメートル、メス1 0 5センチメートル。体重オス1 1ム、メス7グラム。オスは全身が橙色。メスは頭頂が脳性色。顔から背は緑。喉から腹部は白く。 喉から体側にかけて黒い反転が入る。以下の亜種の分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。ヤブの多い庭園などの薄暗い環境を好む。主に花の蜜を食べるが、昆虫を食べることもある。バンカには、デンドロスリス・リトラリスの花の蜜を食べる。ユーカリグロブルスなどの外来種の花の蜜も食べ、特に周期から冬季では顕著。育数期間中は、 昆虫の割合が大きくなる。16世紀後半からの森林伐採や木材採取、農地開発、畜産業などによる生息地の破壊。1930年代に人為的に移入されたウサギ類による植生の破壊などにより生息数は減少している。人為的に移入された植物による植生の変化も懸念されており、特に アリストテリア・チレンシスやルーブス・ウルモフォリアスー・ウニモリネによる影響は顕著とされる。2010年にロビンソン・クルーソー等を津波が襲ったことで生息数が激減した。生秘はオスに大きく偏っており、メスがベニータダキハチドリ・セファノイズ・セファニオズと食物や餌層場所をめぐる競合によって影響を受けていることが示唆されている。 アレハンドロセル科学島の個体群は1908年以降は確認例がなく絶滅した。1987年にチ度リカ単位でワシントン条約付属書2に掲載されている。ファン・フェルナンデス諸島は1935年に国立公園に指定されている。2001から2002年における生息数は1258%、2011年における 生息数は740%と推定されている。ありがとうございます。